なんで気になってみた。ここには行けなかったんで、はい、ちょっとずっと新聞見てて勉強しました。はい、有馬記念の勉強を、はい、よかったですね。松田選手は今日この後はどういったご予定が？でも車で家帰ります。はい、家族サービス。はい、雨降ってるのでね、はい、せっかくになると思いますけど、はい、まあ、クリスマスにちなんで何か思い出とかエピソードありますか？エピソード、うん、プレゼントは、はい、今日かな、はい、枕元に置かないといけないんで。子供たちの、はい、そう、はい、お子さん2人いらっしゃるんですよね。はい、そうです、はい、今おいくつになられたんですか？はい、7歳と3歳。うん、サンタはまだ今日の夜、今日の夜、はい、そういうのはやっぱり子供ちゃんの普段の話をしている中でプレゼント考えられる。そうです、上の子はね、野球やってるので野球のグッズで、下の子は今プリキュアにハマってるんです。女の子多いですよね、はい、プリキュアファンの方はね、はい、まあ、それはもう簡単に、はい、あげます。明日の朝が待ち遠しいですよね、子供たちは。何かクリスマスで今までご自身で何かエピソードはないでしょうか？いや、特にないですね。普段何かありますエピソード？どういう風に過ごされるのが多いのかなと思いまして。基本的に家にいますね。はい、もう冬休みも始まって、うん、お店もどこもいっぱいですけどね。そうですね、はい、家に隠れてます。はい、ご自身は今年を振り返ってみて改めていかがでしょう？いや、本当さっきもね、トークショーでお話しさせてもらいましたけど、はい、やっぱり皆さんのね、ファンの皆さんの応援のおかげで日本一になれたんでね、はい、また来シーズン頑張りたいと思います。何かこう、まあ、思い出深い試合ですとか打席ですとかそういったことは？まあ、でもやっぱり苦しかったんで、ね、日本シリーズは、ね、最後の試合にサヨナラで勝ってことが今年一番いい試合だなと思います。日本シリーズ、まあ、ベスターズと戦ってみて、はい、印象いかがでしたか？めちゃめちゃ強かったです、うん、はい、横浜でね、決めて帰ってこようかっていう軽い気持ちだったんですけど、はい、全くその逆でね、敵地でやられなくてたんで、まあ、本当はホームに帰ってきて勝ててよかったですね。かなり熱い戦いでしたよね、はい、本当に横浜との熱戦はやっぱり大谷君です。あ、だからメジャー行ってね、本当良かったです。何か含まれてるような、でも同じリーグなんで、はい、毎日ね、次誰と対戦するって言って大谷投手ってね、よくスコアラーに乗れるんですけど、もうまたかとかっていうやばいなと思うし、やっぱり本当にピッチャーの選手バッターもね、まあ、すごかったんで早く打ってほしかったです。まあ、ライバルという意味でも向こうでも活躍も期待ですね。そうそう、同じリーグでずっとやったんで、はい、やっぱり力は分かってるんでね、来年以降もね、このメジャーでこうどうやられるか、やるかっていうのを楽しみにしてます。